んて中二病の最高峰だよ。初手からテンション振り切ってるな。だってあのレールガンだよ。超電磁砲だよ。コイン飛ばすだけでビルに穴開けちゃうんだよ。ちょっと待て。わかってはいたがそれアニメの話だよ。ちさかちゃん可愛いよね。まあ否定はしないが、とにかく現実的に考えようぜ。今回は現実的なレールガンの話だからね。うん、でもやっぱりロマンだからね。早く本題に入ろうよ。わかったわかった。それじゃあ行ってみよう。まずそもそもレールガンとは、従来の火砲のように削薬の力で砲弾を発射するものではなく、物理学でいうローレンツ力、要は電磁気の力で砲弾を発射する近未来の兵器として、各国で研究が進められてきたものなんだ。レールガンの予備知識に関してはバッチリだよ。ガイデンまでしっかり主張済みだからね。知識の出どころがアニメってのがお前らしいな。でも実際、一足早く SF やアニメの世界では最先端の軍事兵器として描かれることもあったけど、現実の世界では実用化は遠く、実際に軍隊が使用するレベルに到達はしていない模様なんだよね。そうなの？あからさまに落ち込むなよ。世界各国の軍隊においてレールガンの実用化に対する意見は様々だが、日本では2021年8月末に公表された令和4年度防衛予算の概算要求にも同内容の研究が記載されており、将来的な投資を行う方向にあるよ。日本の防衛省ではレールガンの運用を、自国の水上戦闘艦に向けて発射される敵の極超音速対艦ミサイルの対空迎撃に用いることであったけど、将来的には対地及び対艦攻撃用への応用も視野に入れているらしいんだ。現在の日本の仮想敵国とされるロシアや中国が極超音速兵器のしるべ対策とも言える一環で、前者の対艦巡航ミサイルツィルコンや、後者の DF-17 の脅威に、対抗する対空兵装とするのだろうね。ロシアのツィルコンに関しては2020年10月および11月に、同国海軍のフリゲート艦アドミラル・ゴルシコスの VLS から、発射実験を行った際の映像が YouTube 上でも公開されて注目を浴びており、実戦配備も直近だと思われるぜ。この発射実験でツィルコンは飛翔距離 450km、飛翔速度マッハ8だと公表され、スクラムジェット推進方式での石油系燃料として最高潮と言われる、飛翔速度のマッハ8をすでに叩き出しているとのことだ。飛翔速度をマッハ6に抑えたら、今回達成した飛翔距離 450km の倍以上の距離が物理的には到達可能であるため、ツィルコンの最大射程は 1000km 以上になるという声も聞くぜ。一方中国の DF-17 はトンプー17とも呼ばれている極超音速滑空ミサイルのことを指し、2019年10月の軍事パレードで初公開されたが、全 DF-16 弾道ミサイルを改良し弾頭部分が極超音速滑空体仕様となっているよ。この DF-17 は推定値で水平飛行距離が 1400km、最大到達高度 60km、平均速度マッハ6以上の性能を有すると推測されており、最大高度到達後に弾頭部分の滑空体がマッハ3以上の速度で、目標に向かう恐ろしいミサイルなんだ。ツィルコン、DF-17 ともに飛翔速度が極超音速ではあるものの、既存の兵器、例えばアメリカのイージス艦が搭載しているような長距離艦対空ミサイルの SM-6 などであれば週末時点で迎撃可能と言われているよ。だが SM-6 のような長距離対空ミサイルがない場合や、あった場合でも能力を上回る方ら攻撃等への可能性を考慮した場合には、より多層的な防空兵器の保有が望ましく、我が国の防衛省ではこれを念頭に考えているのだろうぜ。日本の海上自衛隊の場合、イージス艦コンボイ型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の合計8隻は、北朝鮮の弾道ミサイル防衛のためにも常備しておく必要性が高く、稼働訓練面でのローテーションからの余裕は少ないんだよな。このような不安を解消するために導入が期待されていた陸上設置型のイーグルアショアも、昨年2020年に発射後のブースター落下の安全性が担保できないとの理由で中止となってしまい、日本のミサイル防衛は修正を急いでいる状態だぜ。そんな状況下で電磁気の力で砲弾を発射するレールガンは、理論上では削薬を使用する従来の火砲よりも高速度でかつ、射程距離も長いということから注目を集めており、次世代の兵器としての可能性に期待されているんだ。削薬を使用しないレールガンは砲弾を爆発の圧力で加速させる方針が不要で、ネーミングにあるように電導性の高い素材で作られた2本のレール間に、同じ素材の弾頭を置き電力による磁場作用でこれを発射するよ。当然、
新兵器開発には膨大な予算と軍事技術力が必要となることはレールガンにおいても同じで、20世紀以降世界最大の軍事力と軍事予算を投じ続けるアメリカがやはり先行してきたな。中でもレールガンの研究開発に着手したのは米海軍であり、2007年頃より研究部署である OMR Office of Naval Research が英国軍事企業大手 BAE Systems 社と共同スタートしたぜ。 BAE Systems 社はイギリスを中心とする第6世代戦闘機開発プロジェクトテンペスト計画を主導しており、世界最大の海軍の依頼でレールガンの研究開発の任にも参画しているね。米海軍の ONR と BAE Systems 社は2008年に射程距離約 370km、 発生電力量 64MJ を当面目標に掲げて研究を開始し、アルミ製の弾頭を 10MJ で時速約 9000km で発射させることに成功したんだ。さらに2010年にこのプロジェクトは当初の目標であった発生電力量 64MJ の約半分にあたる 33MJ を達成、プロトタイプのレールガン開発を順調に進め、2014年には艦艇に搭載してテストを行うとの発表もされたよ。プロトタイプのレールガンが搭載されることになった理由は、通常の船舶よりも幅の広い総合型の輸送船で搭載に広いスペースを必要とする関係上、都合が良いと判断されたからだな。当時レールガンを実装化する最有力候補として挙がったのが、2011年から建造が始められていたズムボルト級ミサイル駆逐艦であり、膨大な電力を必要とすると分かっていても、この艦との親和性が高いと判断されたからなんだよね。ズムボルト級ミサイル駆逐艦は大型のガスタービン機関で電力を発電して使用する統合電気推進方式が搭載されており、発生した大電力をレールガンにも使用する案が考えられたんだ。初めの段階でズムボルト級ミサイル駆逐艦の主砲は従来の火砲に変えて AGS-155mm 砲と呼ばれるロケット弾の一種を搭載する仕様だったんだけど、レールガンは将来的に代替兵器となることを期待されていたと言えるよね。だがズムオルト級ミサイル駆逐艦が AGS-155mm 砲をはじめたくさんの新機軸を乗り込みすぎたゆえに建造費の高騰、そして米海軍が必要とする安定運用が困難となり、わずか3隻の建造で打ち切りとなってしまったんだよな。このズムオルト級ミサイル駆逐艦の事例に連鎖するように、未来を見据えたレールガンの実用化は現時点では困難だと米海軍は認識し、2021年時点ではプロジェクトすらも中止となっているぜ。レールガンの実用化はまだ先ってことだね。ああ、だけど完全に不可能ではないってことだな。この先の技術力に期待すれば十分実現可能だ。いつかレールガンが配備される日まで、気長に待ってみようよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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 いよいよ日本の防衛対策もアニメみたいな世界になってきたな。アニメの世界って、まさかとうとうロボット兵器の登場とか？違うわ、レールガンだよ。レールガン、レンジホエってやつだよ。レールガンってマジでアニメの世界の話じゃないか。そうだよ、日本の防衛省が本気でレールガン開発に乗り出してるみたいなんだ。電磁砲レールガンなんて本当にアニメの世界の話だよね。このレールガン開発は中国や北朝鮮のミサイルに対する対抗策なんじゃないかと言われてるんだ。でもレールガンってアニメでは見たことあるけど、一体兵器としてどうやって使用するんだろ。なんか女の子がビリビリってなって指でコインを引くみたいな、想像つかないや。もうやめろ。でもクラシックは知らないけど原理的には合ってるんじゃないか。そうだね、現実世界ではあまり馴染みがないレールガン電磁砲の原理や開発段階、使用用途などについて見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。電磁砲レールガンなんてアニメの中だけの世界だと思ってたけど、防衛省が本気でレールガン開発に取り組むみたいなんだ。2022年度の予算案では65億円もの開発費を投入。この開発費の金額で日本の本気がわかるよね。各国の軍事評論家の間でも驚いていたようだよ。レールガン開発なんて世界でもあまり聞かないよな。日本が先駆け的な存在になっているってことなのか。これだけの予算を突っ込むってことは、もうほとんど完成の段階まで見えてるってことなのかな。
実際にはどの段階まで開発は進んでいるのさ？日本政府が公表した2022年度防衛予算案には電磁力で弾丸を超高速かつ長射程で、低コストで連続で発射することが可能になるレールガンの研究にこれだけの予算を組み込んできたことが明らかになったんだけど、防衛省陸上装備研究所の中にある弾道技術研究部ではすでにレールガンの研究をかなり進めていたようで、2022年からは、さらにそれを進化させていこうとしているそうなんだ。それじゃあ、もう大方レールガンが完成してるってことなのか。65億円の予算がそれをさらに軍事目的に進化させるための予算ってことなんだな。レールガンの研究については、防衛省が2016年には10億円の予算、2017年には21億円の研究開発費計上して、レールガンの試作が行われていたんだよね。当時の実験では秒速2000メートルもの高速で対象物を飛ばせる実験に成功していたそうなんだ。マッハ 5.8 に相当する発射された金属は、どれだけの威力を発揮するんだろうね。今までは弾頭を発射しようと思えば、火薬や爆薬などを大量に消費しなければならなかったんだけど、レールガンなら火薬を使用せず金属を撃ち出すことができるんだ。ちょっと待てよ、火薬や弾薬を使用しないってことは、発射した金属が熱感知されずに目標物に到達できるようになるってことだよな。なかなか恐ろしい可能性を秘めた兵器になるよな。火薬、爆薬を使わずにそれだけの速さで飛ばせるんだもんね。敵にも気づかれにくいよね。でもよ、これだけの兵器なら、世界一の軍事大国アメリカならとっくに目をつけて開発してたんじゃないのか。レールガン開発に関しては、もちろんアメリカも以前から取り組んでいるよ。すでに多くの実証実験が行われていて成果も出しているようだね。その実験の結果として、マッハ6で射程200キロの発射に成功したという記録があるんだ。さすがはアメリカだな。当初は総合電力システムが採用されていて、レールガンに電力を供給することが可能な、ズムボルト級駆逐艦に搭載する方向で研究が進められていたようだよ。2010年には約10キロの砲弾をマッハ8で発射することに成功していて、2016年にはその試作機を高速輸送艦ミリノケットに搭載して実証実験をさらに進めていくと発表されたんだ。でもその試作機に関しての情報はその後途絶えてしまってるんだよね。ただ陸上での兵器としてのレールガンの開発は進められているようで、秘密裏に試験は行われているようなんだ。アメリカが最新の兵器を開発していくのはわかるんだけど、なんで日本はこのレールガン兵器にそれだけ力を入れてるの？そうだよね。基本はアメリカが新兵器を開発し、それを日本が買って導入していくのが普通だと思うんだけど、防衛省がレールガン研究に力を注いでる大きな理由は、ロシアや中国、北朝鮮の脅威に対抗するための兵器として考えられてるんじゃないかな。中国やロシアはすでに音速兵器の開発には成功しているようだからね。それだけじゃなく北朝鮮までもが極超音速兵器の発射実験に成功しているからね。日本としてはこの脅威をそのまま見て見ぬふりしておくわけにはいかないからね。やっぱりこの3カ国が大きく関係してくるんだな。北朝鮮なんかは頻繁に発射実験を繰り返して威圧してきてるからな。対抗策は必須だよな。中国では2020年に極超音速兵器の発射実験を行ったみたいで、日本とアメリカの両政府の分析では、かなり命中度は上がっていて、中国の精密誘導技術が飛躍的に向上してきてことが判明したんだ。そしてロシアもこの分野においてはかなり技術が進んでいて、2019年には極超音速滑空体アバンガルドを実戦装備していて、2021年には水上艦から極超音速巡航ミサイルの発射実験を行い400キロ離れた標的に命中させることに成功したそうなんだ。中国もロシアもそんなに進んでるんだね。いくら日本がアメリカンの同盟国だとしても安心できないよね。そして北朝鮮も2021年に極超音速ミサイルの発射実験に成功したと発表したんだ。2022年に入っても報道で知ってるとは思うけど、連日発射実験を行い成功をアピールしてるよね。これは実戦で使える兵器として完成しつつあると考えてもいいと思うよ。アメリカも日本のレールガンの実戦配備に向けて進んでるようだが、レールガン開発もそんなに簡単だったわけじゃないんだよ。もちろんそうだね。自国の防衛において極超音速で飛行してくる敵国のミサイルに対して既存のミサイルだけでは限界がある。そこでこれらを本土に到達するまでに撃ち落とせる可能性が高い、超高音速で長射程のレールガンに注目が集まったんだよ。レールガンで使用する弾頭は、
対空ミサイルと比べて安価でしかも連発も可能だとされているので、一度に多数のミサイルを撃ち込まれても、対応が可能とされてるんだ。でもレールガンの開発において解決するのが難しい問題もあったんだ。一つは日本のレールと団体が接触しておかないといけないから。高速で発射する上で強大な摩擦力が発生するんだ。これによってエネルギーのロスが大きいことと、摩擦による高熱の発生をどう抑えるかだね。もう一つの問題は、強力な磁場を発生させるのに大電流を供給しなければならないため、それだけの電力をどうやって生み出すかだね。やっぱりこれだけの兵器を開発するのには大きな問題も出てくるんだね。でも日本は他国よりも開発費が少ない中でも、現時点では最先端を走っているんじゃないかと言われてるんだよ。実際に一部の軍事専門家の中ではアメリカよりも日本が高性能なレールガンを開発するんじゃないかという見方もされてるんだよね。そこら技術力の日本の腕の見せ所だな。開発者には頑張ってもらいたい。いろいろな見方があるんだけど、開発費はアメリカには遠く及ばないんだけど、アメリカが実用化に進んだ時に、それに関与できるように日本独自の技術やノウハウを持っておく必要がありそうだよね。団体の素材開発においては日本の民間企業が持つ優れた技術とノウハウが活かされるだろうし、海上自衛隊の搭載したリチウムイオン蓄電池の技術により、より小型で高性能な蓄電池開発で大電流供給の問題もクリアしてもらいたいと、願うよね。今まではアニメの世界だったレールガンが、実際にお目見えするのはそんなに遠い世界ではなさそうだね。今後の日本の開発現に期待だな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の豆知識コーナー、待ってました。今回の豆知識は、動物だよ。白ヤギさんと黒ヤギさんの歌があるのはみんな知っているよね。白ヤギさんと黒ヤギさんは手紙を読まずに食べるっていう内容なんだけど、実はヤギ紙食べるとお腹壊すらしいんだよね。つまりあの2匹のヤギはお腹壊しまくってるなわら。考えるだけでもあいつらの M だな。とまあ今回は動物編でした。また見てくれよな。いつも見てくれてありがとう。ありがとうねえねえ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 。レールガンなんて中二病の最高峰だよ。初手からテンション振り切ってるな。だってあのレールガンだよ。超電磁砲だよ。コイン飛ばすだけでビルに穴開けちゃうんだよ。ちょっと待て。わかってはいたがそれアニメの話だよ。ひさかちゃん可愛いよね。まあ否定はしないが、とにかく現実的に考えようぜ。今回は現実的なレールガンの話だからね。でもやっぱりロマンだからね。早く本題に入ろうよ。わかったわかった。それじゃあ行ってみよう。まずそもそもレールガンとは、従来の火砲のように削薬の力で砲弾を発射するものではなく、物理学でいうローレンツ力、要は電磁気の力で砲弾を発射する近未来の兵器として、各国で研究が進められてきたものなんだ。レールガンの予備知識に関してはバッチリだよ。外伝までしっかり主張済みだからね。知識の出どころがアニメってのがお前らしいな。でも実際、一足早く SF やアニメの世界では最先端の軍事兵器として描かれることもあったけど、現実の世界では実用化は遠く、実際に軍隊が使用するレベルに到達はしていない模様なんだよね。そうなの？あからさまに落ち込むなよ。
世界各国の軍隊においてレールガンの実用化に対する意見は様々だが、日本では2021年8月末に公表された令和4年度防衛予算の概算要求にも同内容の研究が記載されており、将来的な投資を行う方向にあるよ。日本の防衛省ではレールガンの運用を、自国の水上戦闘艦に向けて発射される敵の極超音速対艦ミサイルの対空迎撃に用いることであったけど、将来的には対地及び対艦攻撃用への応用も視野に入れているらしいんだ。現在の日本の仮想敵国とされるロシアや中国が極超音速兵器のしるべ対策とも言える一環で、前者の対艦巡航ミサイルツィルコンや、後者の DF-17 の脅威に、対抗する対空兵装とするのだろうね。ロシアのツィルコンに関しては2020年10月および11月に、同国海軍のフリゲート艦アドミラル・ゴルシコフの VLS から、発射実験を行った際の映像が YouTube 上でも公開されて注目を浴びており、実戦配備も直近だと思われるぜ。この発射実験でツィルコンは飛翔距離 450km、飛翔速度マッハ8だと公表され、スクラムジェット推進方式での石油系燃料として最高潮と言われる、飛翔速度のマッハ8をすでに叩き出しているとのことだ。飛翔速度をマッハ6に抑えたら、今回達成した飛翔距離 450km の倍以上の距離が物理的には到達可能であるため、ツィルコンの最大射程は 1000km 以上になるという声も聞くぜ。一方中国の DF-17 はトンプー17とも呼ばれている極超音速滑空ミサイルのことを指し、2019年10月の軍事パレードで初公開されたが、全 DF-16 弾道ミサイルを改良し弾頭部分が極超音速滑空体仕様となっているよ。この DF-17 は推定値で水平飛行距離が 1400km、最大到達高度 60km、平均速度マッハ6以上の性能を有すると推測されており、最大高度到達後に弾頭部分の滑空体がマッハ3以上の速度で、目標に向かう恐ろしいミサイルなんだ。ツィルコン、DF-17 ともに飛翔速度が極超音速ではあるものの、既存の兵器、例えばアメリカのイージス艦が搭載しているような長距離艦対空ミサイルの SM-6 などであれば週末時点で迎撃可能と言われているよ。だが SM-6 のような長距離対空ミサイルがない場合や、あった場合でも能力を上回る方ら攻撃等への可能性を考慮した場合には、より多層的な防空兵器の保有が望ましく、我が国の防衛省ではこれを念頭に考えているのだろうぜ。日本の海上自衛隊の場合、イージス艦コンボイ型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の合計8隻は、北朝鮮の弾道ミサイル防衛のためにも常備しておく必要性が高く、稼働訓練面でのローテーションからの余裕は少ないんだよな。このような不安を解消するために導入が期待されていた陸上設置型のイーグルアショアも、昨年2020年に発射後のブースター落下の安全性が担保できないとの理由で中止となってしまい、日本のミサイル防衛は修正を急いでいる状態だぜ。そんな状況下で電磁気の力で砲弾を発射するレールガンは、理論上では作薬を使用する従来の火砲よりも高速度でかつ、射程距離も長いということから注目を集めており、次世代の兵器としての可能性に期待されているんだ。作薬を使用しないレールガンは砲弾を爆発の圧力で加速させる方針が不要で、ネーミングにあるように電導性の高い素材で作られた2本のレール間に、同じ素材の弾頭を置き電力による磁場作用でこれを発射するよ。当然、新兵器開発には膨大な予算と軍事技術力が必要となることはレールガンにおいても同じで、20世紀以降世界最大の軍事力と軍事予算を投じ続けるアメリカがやはり先行してきたな。中でもレールガンの研究開発に着手したのは米海軍であり、2007年頃より研究部署である OMR オフィスオブネーバルリサーチが、英国軍事企業大手 BAE システムズ社と共同スタートしたぜ。BAE システムズ社は、イギリスを中心とする第6世代戦闘機開発プロジェクトテンペスト計画を主導しており、世界最大の海軍の依頼でレールガンの研究開発の任にも参画しているね。米海軍の ONR と BAE システムズ社は、2008年に射程距離約 370km、発生電力量 64MJ を当面目標に掲げて研究を開始し、アルミ製の弾頭を 10MJ で時速約 9000km で発射させることに成功したんだ。さらに2010年にこのプロジェクトは、当初の目標であった発生電力量 64MJ の約半分にあたる 33MJ を達成。プロトタイプのレールガン開発を順調に進め、2014年には艦艇に搭載してテストを行うとの発表もされたよ。プロトタイプのレールガンが搭載されることになった理由は、
通常の船舶よりも幅の広い双胴型の輸送船で搭載に広いスペースを必要とする関係上、都合が良いと判断されたからだな。当時レールガンを実装化する最有力候補として挙がったのが、2011年から建造が始められていたズムボルト級ミサイル駆逐艦であり、膨大な電力を必要とすると分かっていても、この艦との親和性が高いと判断されたからなんだよね。ズムボルト級ミサイル駆逐艦は大型のガスタービン機関で電力を発電して使用する、統合電気推進方式が搭載されており、発生した大電力をレールガンにも使用する案が考えられたんだ。はじめの段階でズムボルト級ミサイル駆逐艦の主砲は、従来の火砲に変えて AGS-155mm 砲と呼ばれるロケット弾の一種を搭載する仕様だったんだけど、レールガンは将来的に代替兵器となることを期待されていたと言えるよね。だが、ズムボルト級ミサイル駆逐艦が AGS-155mm 砲をはじめ、たくさんの新機軸を乗り込みすぎたゆえに建造費の高騰、そして米海軍が必要とする安定運用が困難となり、わずか3隻の建造で打ち切りとなってしまったんだよな。このズムオルト級ミサイル駆逐艦の事例に連鎖するように、未来を見据えたレールガンの実用から現時点では困難だと米海軍が認識し、2021年時点ではプロジェクトすらも中止となっているぜ。レールガンの実用化はまだ先ってことだね。ああ、だけど完全に不可能ではないってことだな。この先の技術力に期待すれば十分実現可能だ。いつかレールガンが配備される日まで、気長に待ってみようよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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 次世代兵器といえば、レールガンやレーザー兵器を思い描く方も多いんじゃないかな？次世代兵器の代表格だもんね。SF チックなのは大好物だよ。日本ではレールガンの本格的な開発推進が決定し、他にも米国やロシア、中国、ロシアなどでも研究が進められているぜ。それらの国々の中でもレールガン開発の分野では、米海軍が最も先行しているよね。さて今回は、そんなレールガンを超える新型砲弾を、米軍が開発していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まずはじめに、このレールガンとは、従来の火薬等の削薬による爆発エネルギーを利用して砲弾を射出する方式とは異なり、物理学でいうローレンツ力と呼ばれる電磁誘導の力で砲弾を射出する方式となっているよ。ローレンツ力を生み出す原理上、非常に大きな電力を安定的に供給する必要があり、さらに射出する砲弾を加速させるに十分な距離が必要なことなど、レールガンを実用化するには、まだ大きなハードルがあるんだ。米海軍では2015年に全長 9.1 メートルにも及ぶレールガンから、弾体重量 10kg の砲弾を最大初速度マッハ7で射出し、185km 先の目標に命中させる計画を予定していましたが、技術的な問題から実現することはなかったよ。また、他にも次世代兵器で最も有名なものがレーザー兵器だろうけど、これも世界各国で開発が進められている中、やはり米国が開発を一歩リードしており、2020年5月には、揚陸艦ポートランドに搭載したレーダー発射機で無人機への試射を実施し、撃墜に成功しているみたい。さて、このレーザー兵器については、非常に長い研究の歴史があるんだ。遡れば、半世紀以上前の1960年代から開発がスタートしており、研究開発を開始して60年余り経過してようやく、船舶に搭載可能な規模にまで小型して、無人航空機を撃墜できるレベルにまでには達したのだと言えるから、ここに至るまでに要した人員と予算は膨大なものであったことは想像に難くないよね。だが、それでもまだ実戦配備できるレベルではないんだよな。このように次世代兵器の開発に膨大な予算を計上している各国だけど、米海軍はとうとう長年開発を進めていたレールガンに関しては、レールガンが有する弾頭速度などの優位性が薄れたとして開発が中止されることになったよ。これは、ロシアや中国が開発している最大速度マッハ9レベルの極超音速ミサイルに対して、
初速度マッハ5から7程度のレールガンでは、開発に成功しても対抗することは厳しいということのようだけど、レールガンの代わりとなる有力な兵器システムが開発されたことも大きく影響したようだね。このように米海軍が次世代兵器開発に苦戦している一方で、米陸軍では新たに HVP 超高速発射体と呼ばれる砲弾の開発を進めているみたい。これは、HVP 砲弾を米陸軍が保有する 155mm 自走榴弾砲より発射し、巡航ミサイルなどの空中目標を迎撃しようとする計画となっているよ。そして、2020年9月初旬に米国のニューメキシコ州にあるホワイトサンズ実験場にて、HVP 砲弾にて巡航ミサイルを模した無人標的機 BQM-167 の迎撃試験に成功しているんだ。これは、今までは対空ミサイルや高射機関砲でなければ迎撃が困難であった空中目標に対して、自走榴弾砲でも迎撃をすることが可能になるということであり、陸軍においては自走榴弾砲のあり方を一新する非常にエポックメイキング的な出来事であったと言えるな。この自走榴弾砲による空中目標への射撃は米国では初の試みであり、この実験では ABMS アドバンスドバトルマネジメントシステムと呼ばれる射撃管制を使用して実施され、迎撃実験で使用された HVP 砲弾は、初速度マッハ5以上で発射され、巡航ミサイルを模した BQM-167 無人標的機を撃墜しているよ。米陸軍では将来的には、有効射程距離 100km 以上を目標として開発を進め、次世代型の自走榴弾砲に HVP 砲弾を搭載するとしているんだって。そして、今回迎撃に成功した音速で飛翔する巡航ミサイル級の標的だけではなく、超音速極超音速で飛翔する弾道ミサイルの迎撃をも視野に入れているみたい。この HVP 砲弾が実用化されれば、今まで対地攻撃の用途でしかなかった 155mm 自走榴弾砲に対して、極めて高度な対空戦闘能力が付与されることとなり、陸上兵器の運用体系にも大きな変化が訪れることが予想されるな。具体的にはどんな変化なのかな？例えば、HVP 砲弾により半径 100km の戦域防空が実現できれば、これまで方面軍や師団レベルの防空を担っていた中サム中距離防空用地対空ミサイルシステムや、ペトリオットミサイルなどの広域防空用地対空ミサイルシステムをすべて HVP に置き換えることで一本化することが可能となるね。さらに HVP 砲弾の単価は900万円程度と言われており、コスト面では中距離広域防空用の地対空ミサイルよりも、圧倒的に低コスト対弾道ミサイル迎撃用のペトリオットミサイルパック3であれば、1発約3億円であり、兵器体系の一元化と合わせて、近年兵器の高度化高性能化により調達価格の高騰にあえいでいる米陸軍にとっては、HVP は非常に魅力的な兵器システムであると言えるぜ。ちなみに、現在運用している 155mm 精密誘導砲弾 M982 砲弾は、地上目標への GPS 誘導も可能で最大射程は約 40km の性能を有しており、その砲弾単価は1発あたり約700万円程度だから、HVP 砲弾は現在運用している砲弾と比較しても、それほど大きなコスト差はないと言えるぜ。そして、これは米陸軍だけに止まらず、レールガンに見切りをつけた米海軍でも導入に向けての研究が進められているみたいだよ。米海軍では、アーレイバーグ級イージス艦などの戦闘艦に、広く搭載している5インチ単装速射砲 127mm マーク45モッド4より発射可能な HVP 砲弾を開発し、すでに試射するまでに至っているんだ。これは、2018年のリムパック演習にて HVP 砲弾の試射を行っており、その際の結果として、最大射程は約 80km、速度はマッハ7以上にも達したみたい。海軍は以前より極音速極超音速で飛翔する砲弾に強い関心を持っていたからな。その結果として、艦載用レールガンの研究開発を推進していたわけだが、レールガンを発射する際に必要とする膨大な電力に関して、駆逐艦内しは巡洋艦内という限られた艦内容積の中で安定的に供給する手段を確立することができなかったわけだ。米海軍の駆逐艦で最大の発電能力を有するズムボルト級ですら、レールガンを発砲した後には、艦内で電力不足が発生してしまい、他の電子機器が使用できなくなるという状況になるそうだからね。ロマン兵器は膨大な電力が必要になるのか、なんだか急に SF が嫌な意味で現実味を帯びてきたね。そして、海軍にとっては、レールガンよりも HVP 砲弾を導入することの方が、非常にコストパフォーマンスが高いからね。レールガンも HVP 砲弾も同じ超高速砲弾にカテゴリーされる武装だけど、レールガンの場合、艦艇に搭載するには、
艦艇の設計段階からレールガンを搭載することを考慮した艦を新造する必要があるんだ。実用面から、既存艦へのレールガン搭載は非常に困難だと思われるよ。しかしながら、HVP 砲弾は、既存艦に搭載している速射砲をそのまま、ないしは、小規模な改修により使用可能ってわけ。陸軍とは違い、莫大な建造費用を必要とする駆逐艦や巡洋艦をやすやすと代替できない海軍からすれば、弾道ミサイルなどの迎撃手段として超高速砲弾を必要としているという条件の中で、開発中のレールガンよりも容易に低コストで導入が可能な超高速砲弾が存在するのであれば、そのレールガンに関わる必要は全くないというわけだね。これらの開発状況を踏まえると、HVP 砲弾は将来的に非常に有用な兵器となりうるのではないかな。特に防空兵器としては、現在日本が開発を開始すると発表したレールガンよりも非常に有効な兵器であると考えられ、米国が中止を決定して以降に対弾道ミサイル迎撃用として、レールガンの開発を決定した防衛省の見通しについて、疑念を抱かざるを得ない状況なんだよね。防衛省としては、日本の電源開発技術小型高出力発電機や蓄電池技術等の世界的優位性から、レールガンを開発可能であると目論んだようだけど、そもそも、レールガンという技術に HVP よりも将来性があるのか、甚だ疑問が残っちゃうのも事実ってわけ。コストを軽んじてロマンを追い求めるほど、日本には余裕がないもんね。日本は、対弾道ミサイル迎撃システムを増強するためにイージスアショアの設置計画を進めていたけど、防衛省の不手際もあり中止に追い込まれ、その代替案としてイージス艦の新造の方向に進んでいるんだ。現在米国が開発を進めている HVP 砲弾は、日本の弾道弾迎撃用としても活用が期待できるよ。知っての通り、現在の日本は、中国の軍事的圧力が強まり、北朝鮮の弾道ミサイル開発も進んでいる中で、日本のミサイル防衛体制の強化は喫緊の課題となっているぜ。現状は、海上自衛隊のイージス艦に搭載した SM-3 による日本全国を迎撃範囲とする広域防衛、航空自衛隊の PAC-3 による首都圏など一部地域のみ迎撃範囲とする拠点防衛の2段階迎撃体制となっているけど、PAC-3 の迎撃範囲は非常に限られており、実質的には、弾道ミサイルがイージス艦の SM-3 による迎撃をくぐり抜けた場合、PAC-3 で守られた首都圏など以外の地域は、座して死を待つしかない状況となっているんだよね。また、日本が保有する SM-3 艦対空ミサイルや PAC-3 地対空ミサイルの数は限られており、実際に戦争が発生した場合、弾道ミサイルを全て迎撃できる量では全くないみたい。そのため、高価で数を揃えられない迎撃ミサイルではなく、比較的安価で数を揃えやすい超高速砲弾に注目が集まっているんだけど、日本が選択したレールガンという方式が、本当に実現可能なのか、それとも、早急に米国に要請して HVP 砲弾について日本も資金援助するなりして日本にも導入できるように動いていくのか、ウクライナ情勢もあり日本の防衛環境が日々悪化していく中、この日本の動向についても非常に注目していくべきだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。